そうですね、一番はやっぱ足なじみ、もう入った時から柔らかいのが俺は好きで、まああとはもちろん丈夫な方がいいですよね。いやー、やっぱりなんか今までちょっとこうした方がいいみたいな改善点が今回ね、全部クリアできたんじゃないかなって思うぐらい、耐久性と馴染みの良さと、あとまあ細かい部分でソールのラバーの幅とか、その辺がかなりようやく理想の形に近づけたんじゃないかなと思います。俺にとってスケートボードと人生の先生です。